大座法池は、長野県長野市の飯綱山山六の標高約1000メートルに、ある池。元は、自然の池であったが、堤防を築造し、貯水池として利用されている。大小約30の浮島が存在し、冬は消え春になると出現するものもある。元は、飯綱高原東方の大地に形成された自然の故障であるが、東岸に包みを設けて、貯水量を増やしている。 西岸から道端側の分水が流入し水源をなし、自然の流出水はなく、水門によって管理し、多様水として用いられている。大小30の浮島が存在し、アシミソハギヒルムシロ島が生育している。指定は、西岸は緩やかで、キャンプ場に用いられている。大座法シーケは、全体が人の足のような形をしており、巨大な法師が、イーズな山から飛び降りた時の足跡とも、 ダイララボッチが、イーズナさんを作った際に足に力を入れた時の、後だとも伝えられている。表記は定まったものがなく、ダイラ放出、ダイザボーズチ、ダイジャボッチチと呼ばれたが、現在は、ダイザ放に落ち着いている。いつから多様水としての利用が始まったかは不明である。1674年それまで桂山七家村と、呼ばれた、タタラ村、桜村、ニューザン村、 泉平村、新安村、広瀬村、上ヶ谷村が利用していたのを、浅川の活水に悩んだ、浅川ら係重家村組合が営借地した。現在は、後継の浅川ら土地改良組合が水利系を持つ。多用水に利用したためかつては秋になると枯渇したが、下流の住宅化が進み水田が減少し、また、長野市が貸しボートをしたいとの意向で現在は一定の、 水量が保たれている。1956年に、飯綱高原一帯が、上信越高原国立公園に指定され、2015年に、分離して2020年現在妙高、都学市連山国立公園。同年後半に、市営キャンプ場が設けられた。周辺は1964年に都学市バードラインが、開通するとともに観光開発が急速に進み、 イーズな高原スキー場やゴルフ場が開かれている地図、ありがとうございます。